1年目の高橋周平のえぐいホームランわらわら。高卒1年目、濡れすぼでこのホームラン打った選手はどこに行ったんですか？レフト前にちょこんちょこんちょこん。わい、三塁内野席で生で見てたわ。すごい、選手が出てきたと思ったんやけどな。これオリックスの誰やろ？寺原。寺原かよ。これ見た瞬間身震いしたわ。反対方向うまいこと打ってるな。こいつ高校時代から、これレフトフライやろ。手打球がスタンドまで届いてたんよな。手首が強そうやな。わい、こや絶対福留クラスになれるやろ。わい、森のクラスになれれば、わい、平田クラスにはなれるんやろ。わい、まあ、レギュラーやし、わい。速球打てない、対左絶望、引っ張れない。もう担い終わったんで。こいつこそ横浜行けばよいのに。これは怪物だな。